周目、後ろにさっきやった2周後ろにやった時にこういうふうに、そこどういうふうに1周回って、2周回ったら、うん、真上に、そうです、真上に、これ斜めに、and fight!
Nice of you to return, Lao. I suspect you're here for a rematch. Nay! You're a fool. Yofa's in here. I must rescue her. Okay, Lao. We can rescue her. I knew my best friend wouldn't let me down. Together, we make a deadly combination. A deadly combination indeed. Yofa! It's not your fault, Ray! I'll have my revenge. Ray, don't do this! Even if I must become a demon. Ray! No! Hey! Humanity shall die here as well. I'll kill you here. Let's finish this. Thank you.
chance to see me, Lao? My spirit lingers on even after my death. Now it is time for your final test. Incredible. The student has surpassed the master. You must kill Ray's demon to release his soul. Hurry, Lao. You must try to save him. Then we shall be free. Reflect the water the same way you can reflect a magic spell.
Have faith in yourself. Face the water and concentrate. Yes, that's it. You can do it.簡単なのかなと思ってたんだけど、セリフが今回ほとんどないでしょ。セリフがない中で、ああいうこう擬音っていうのかな、あれだけで全部表現するっていうのはすごい大変なことなんだなってやりながら思ってたね。結構しんどかったね。言葉が喋れるっていうのは幸せなんだなってそう思ってたよ。すごくいい発表の場だったと思うし、実際にね、来てる人たちも、で、実際ね、こう見ててね、はい、こう一体感がある、ああいう記者会見ってなかなかないから、今日見てて、ああ、いい空気が流れてるなって、実際に思えたっていうことも、それは多分ね、制作する側の人たちの、思いが届いてるからなんじゃないのかなって思うんだよね。中には結構まあ業務的なっていうか、ただの仕事の流れで記者発表をする人たちもいてさ、そういうところに行くとがっかりするんだよね。本当にふざけんなっていつも思うけど、でも今日の、記者発表はすごくこう見てる人たちも、ステージに上がっている人たちも、あと関わっているスタッフもね、すごく緊張してたとは思うんだけども、いい空気流れてたんじゃないのかな。そうだな、まあ自分がね、こうやってゲームっていう世界の中で、その自分の魂がこうキャラクターになったりとかっていうもので、まず届けられるっていうのは非常に嬉しいことであって、で、まあ、僕はいつもそうなんだけど、作品を作るっていうものにおいては、それがゲーム、音楽、映画、まあ、役者だったりとかいろんなことあると思うんだけどね、ものを作るっていうことに対しては何も変わりがないと思うんだよね。その作るっていうことに対しての誠意っていうか思いっていうか、でこうやってまた新たな世界に自分の存在を生かしてくれるっていうところと、僕はまたこういうところでやったことがまた返ってくるっていうのかな、それを感じれるのもすごく嬉しいし、実際にもともとね、僕もゲーム大好きだからさ、で自分が例えば自分がゲーム作るんだったらどんなゲーム作るかなとかって思った時もあってさ、でもゲームって感動する時もあれば感動できない時もあるし、ゲームから多くのことを学ぶことってあるんだよね。その確かに作られた世界なんだけど、そこにはものすごい数の人たちが関わっていて、人が感動するためのものを何回も何回も繰り返して、それを1年2年かけて作るわけだよね。それが届いた時ってすごいパワーでさ、面白いなって。確かにその僕らがやってることは生のライブっていうものがやっぱり僕は大好きで、そのライブの空気っていうのはすごくとてつもなく大切にしてるんだけれども、でもゲームを作る人たちの思いっていうのは、ちょうど僕らがレコーディングが入ってる時の思いに似てるんじゃないかなっていつも思うんだよね。毎回毎回同じところでも徹夜の作業がずっと続いて、でもとにかく少しでもいいものにしたいっ
っていう気持ちで、それが本当に結果として出た時に届いた、そのゲームを受け取った、その作品を受け取った人たちは、表現できない感動を感じることができるっていうか、しかも僕はゲームっていうのが、ゲームっていうものがすごいなと思うのは、本当の意味で国境を越えてるでしょ。世界至るところでみんなやるよね。それは言葉が分からなくても、そのストーリーの内容だったりとかを、ゲームっていう、そのゲーム性っていう面白さを通してストーリーを感じたりすることもできるし、そういうところは、物を作る人たちは見習わなければいけないところなんじゃないかなって思うところでもある、面白いよ、純粋に。実際最初ね、話をしてて途中なかなか上手にこうコミュニケーション取れない時は、結構イライラしてる時もあったんだけどね。でも実際にこうやって今やってる最中で、結構面白いなってそう思いながら、なかなかほら自分たちの関わった作品ってさ、客観的に見れない部分ってあるじゃない。けどやってて、これやっぱり面白いなって思いながらできるっていうのはいいよね。それに綺麗だよね、やってて楽しい。やっぱりこういうものがこう好きなんだなって自分で思うし、女の子たちだけじゃなくて男の子たちも、自分この世界の、このゲームの世界の中で、ね、自分のその思いっていうのかな、をリンクできるような気がするんだよね。純粋にやっててドキドキするゲームであってもらいたいなとは思うけどね。もともとね、やってたっていうのがあるから、実際に、でもね、僕はね、どちらかというと飲み込みが遅い方なんじゃないかって自分では思ってるんだよね、いつも。で、僕はもともとすごく体が弱くて、でもそれを言い訳に逃げたくないっていう気持ちがあって、で、心の弱さを克服するためにこう格闘技をやり始めたりとかで、僕はね、そのよく最近街の中で、なんていうのかな、喧嘩をしちゃダメだとか、そういうことを言うお母さんとかいるみたいだけども、僕は違うと思うんだよね。体と体の喧嘩はしばらく経てば傷は治るんだよね。でも最近そういうことができなくなった子たちが多くなっちゃって、みんな心で喧嘩をするんだよね。心の傷つけ合いをする。心の傷つけ合いは、心の傷はなかなか治らない。いじめだってそうだし、自殺する人たちが増えてるのも、やっぱり心が傷ついてる人たちが多いのが原因なんじゃないかなって思うんだよね。その武術から学ぶことっていうのはすごく多くって、特に今の日本で、生きることとはっていうのを学校では教えてくれないよね。でもこういう、なんていうのかな、修練とか鍛錬とかっていうことを通して、生きる意味みたいなもののきっかけを教えてくれるんだよね。それが僕は武術を持ってる素晴らしさなんじゃないかなと思うし、実際にいつも思うのが、僕らみたいな体の小さい日本人、いやアジア人も体小さいんだけど、白人や黒人のような大きな体を持っている人たちに対して勝てないって思ったりするとさ、それってどこかに心の弱さができちゃうんだよな。でもやっぱり僕らにはさ、こう僕らの体を上手に使った格闘技っていうのが存在していて、でそれをマスターするようになると、なんていうのかな、相手が何人であろうがそんなの全然関係なくて、対
一個人として別に喧嘩するわけじゃないんだけどね、向き合えるっていうのかな、うん、僕と君っていう状態で、決して逃げることもしないし、そういうのって本当にこう武術から教えてもらうことっていうのは非常に多いと思う、うん、僕は少なくとも小さい頃からずっと、まあ、ボクシングや空手って、まあ、特に空手かなをやってる時に、そのなんていうの、侍魂みたいなものを教えてもらった時に、自分が日本人であることに誇りを感じた時はあったけどね、すごい今でももちろん誇りは持ってるし、でもあれがなかったらもっとひねくれてたかもしれないなって思う時はあるかな。でゲームの主人公やヒーローって呼ばれる者たちは常に完璧じゃないんだよね、みんな心が弱い、心にももちろん弱い部分を持っていて、でもそれを克服しようってする、それが僕のヒーロー像っていうかヒーローの哲学なんじゃないかなって。完璧なものは、なんて言うんだろう、ヒーローってもし定義があるんだとしたら、それはそのヒーローって呼ばれる人たちが多大なる影響を周りに与えることができるってことがもう必然条件だと思うんだよね。強い完璧だっていうのでヒーローになるんではなくて、その人の生き方やその人の行動や考え方が周りにいる人たちに影響を与えるっていうことがまずヒーローの最初の条件であって、でもその人たちはヒーローと呼ばれている人たちは決してパーフェクトではなくて、心に弱さを持っていて、でもそれに負けない自分がそこにいて、それをなんとか克服しようとする、その精神やその態度がきっと周りにいる人たちに感動を与えるんだと思うんだよね。それがヒーローだと思うんだ、うん、僕のヒーロー像っていうのはそういうもんだよ。映画化されたら面白いよね、うん、それが一番面白いことかなって思うよね。そこまで言ってほしいなって思うんだけどね、うん、見てみたい、うん、あのキャラクターが、だってほとんど喋んないんだよいやすごいと思うけどね、喋らないで1時間20分の世界を確立してしまうキャラクター、うん、そういう映画があってもいいんじゃないかなって思うんだけど、見てみたい、やってみたいでいいですかそうだね、やれるんだったらやりたいよね、うん、僕だったらできるかもしれない、僕も見てみたいです、うん、そう言ってもらえると。とにかくその人っていうものが考えた人の可能性っていうものが詰まっているゲームなんじゃないかなと思うんだよね。実際にこんな人はいない、そう思うかもしれない、みんな、でもこうなれたら素敵だ、こんなの、こんな風に人が動けたらすごくいいだろうなって思う形を関わった制作の人間はここに一人の人物を生んだんだよね。この人の可能性っていうものを他人事ではなくて、ゲームだけれどもゲームを通してみんなが少しでも感じてくれたら、うん、この制作に関わった人たちは僕も、うん、含めてみんな報われるんじゃないかなって思うよね、うん、楽しんでもらえれば。いくら武術を極めても鬼の力には遠く及ばない。ならば共に行こうぞ、ラウン。なぜ戻ってきたのだ、ラウン。あの時の決着をつけようというか。
くお願いいたします。どうもよろしくお願いします、はい、雷役をやりました、山あ、すいません、レイでございました。そういう余計なことはいらないんですね。いいですよ、はい、全然いろいろ編集しますから。切ってください。そうなりました。まずですね、ゲームの仕事を私もいろいろと今までやらせていただきましたけれども、ゲームでですねあれだけ盛大な記者発表をやるというのは初体験だったような気がします。それだけなんかこの作品に、かけるスタッフの皆さんの熱意気込みと、それから、マスコミが注目してるんだなってことをすごい感じまして緊張しました。もうだってね、あんな広いところで、しかもあのしかも入場の時に音楽がかかってスポットでっていうのはそんなことは初めてだったんでびっくりしました。坂本真綾ちゃんとはなんか新郎新婦入場みたいだね。ホテルの人がだってこうグーッと扉開けね、このグーッと開けてましたからね、あと腕組んでいこうかとかね、で新郎新婦じゃなくて花嫁の花嫁と花嫁の父に見えるんじゃないかとか、そんなことを言いながらやってたけど、あの本当にいい経験をさせていただきました。緊張しました。僕自身その前に体験版をねちょっとやらせていただいたりしたんで、僕はあの収録、まあ今日収録ですからその前の段階だったんですが、すごくあのその世界観が見えてきたというか、その楽しさがね、分かったというか、それでやらせていただいたんですごく、私たちもやりやすかったし、あの見てるね、いらしたお客様たちもすごく分かりやすかったんじゃないかと思います。ガクトさん自身がゲームをやってね、そこで僕とマヤちゃんが見守るっていうのもね、なんか面白かったですよね。すごい、あのでも結果的にその楽しい、制作発表だったんではないかと、記者発表っていうんですか、だったと思います。あのうちの事務所のデスクがですね、美人街っていうのまあこれ記者発表でも言ったんですけども、美人街の仕事が来ましたって言って、あらもうそうかね、そういう人がこうたくさんね、あの美人いるところでやる格闘アクションゲームなのかと思って、これ新しいなと思ったら、美人街だったっていう、なんだそしたら、いや逆にこの武教アクションっていうことを聞いたんで、あのやはりねそのスケールの大きさとかいろいろお伺いしまして、本当に素晴らしい仕事を、私に、キャスティングしていただいて非常に嬉しく思いました。しかもねレッドエンターテイメントさんと台東さんっていうことですからね、これはすごいものになるんじゃないかと思いました。ガクトさんですか、はい、いやー本当に綺麗ですよね。綺麗な顔をしてらっしゃるし、あのすごくこうやってもう丁寧にご挨拶いただいて、でもすごいやっぱり真面目な方だなと思いました。でこの作品にね、かける意気込みっていうのは、ガクトさん自身でもなんか伝わってきて、あなんかうかうかしてられないなと思いました。なんかねすごい思い入れを持ってこうやってるじゃないですか、やっぱり一つ一つの仕事いつもそうなんでしょうけどもね、この作品に、対してすごく真摯に関わってらっしゃるなというふうに感じたんでね、そういう意味ではあのこういうゲームの仕事がずっと声優としてやらせていただいてる僕としてもこれは頑張んなくちゃというのを、改めて感じました。これだけなんていうんですか、ゲームのキャラクターにそのまんまねなって様になる人ってのはそうそういないと思いますよ。しかもね今映画とかもやってらっしゃるけれどもアーティストじゃないですか、で歌の方がね、メインでやってらっしゃるじゃないですか、そういう人でねここまでぴったりする人ってのは本当にいないと思いますよ。なるほど。このムービーパートはほぼその鬼と化した魔界に落ちたというかそんな感じで、もう最初は親友だった、ラウト親友だったけれどももうその時点では、まあ敵役としてですね、もう鬼と化したレイが、戦うというシーンだったんで、そこのところを、まあ、気をつけてやったんですけど、まあ、回想でね親友だった頃の、セリフがいくつかあったりするんですけど、そことのなんか差というものをね、あまりわざとらしくなく自然に出せればなと思ってやりましたけれども、でやっぱりそのアクションとかがねそのムービー画面の中でもやっぱりすごいので、そことのなんかセリフのやり取りとのこのテンポとかバランスとかそういうものをあの皆さんとねスタッフの皆さんと、こうすり合わせながら丁寧にやったという感じなんですけどもね、まあ、でも最終的にはこの、ね、キャラクターの
雰囲気をこのなんか頭の中に入れて、あまり考えすぎずにこう出たところの勝負というか、そういう感じでやりましたけれどもね、はい、とにかくあの例に関してもそんなにセリフが多いわけではないんで、その短いセリフの中でそのなんて言いますかね、ラウとの関係とかそのレイのキャラクターっていうものがね、つぶさにこう見えてこなくちゃいけないんで逆に難しいですよね。たくさんセリフで説明してればね分かりやすいですけれども、少ない中で表現しなきゃいけなかったんですごい難しかったですけれども、うん、でも楽しかったです、はい、あすごい好きですね、うん、逆にあのもちろんヒーローとかね主人公っていうのもやりがいありますけれども、そのダークヒーローなりその敵役っていうのは、うん、逆に面白みがありますよねやっててね。でなんか人間演じるときってこの悪の部分ですとかこの狂気の部分とかっていうのはなんか役者にとっちゃすごく嬉しいことだったりするんですよね。 やりがいがあるっていうか難しいですけれども、うん、まあヒーローと一口に言ってもねいろんなさまざまなヒーローがいますから、なんですかね、やはりね、まあ、そのダークヒーローっていうか僕の敵役もそうなんですけれども、そのキャラクターがね素直にも何にもなく純粋に完全懲悪でもう全て正義って突っ走ってるよりも何かを背負ってたりね、うん、してる方がなんかいいかなという、うん、そういう方が逆にヒーローとして魅力が、この場合、感じますね、うん、後ろに背負っているものがあったりだけれどもその正義を貫くというかそういうキャラクターの方がなんか魅力があるなっていうのはありますけども、なんかねそのまだ体験版なのに、まあ、これからねいろいろ微調整とかあるんですよねもちろんね、はいはいはい、ですけどもその操作性の凄さというか、うん、なんと言いますか動きが細かいと言いますか早いと言いますか、まあもうねこの武人街に来るまでもね、いろんなアクションゲームってあってどん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 日本の、ね、ゲームは特にクオリティが上がってて、その操作性にしろキャラクターの動きとか、ね、ストーリー性にしてもすごいことになってるんでしょうけども、さらにそこからなんか一線を画すというか、うん、さらにあのレベルアップしている作品なのではないかというふうに、まあ、あまり僕は専門家じゃないので詳しく言えませんけれども、実際触ってみてそれを感じましたね、うん、やっててその爽快感ですとか、はい、で一番すごいのはですね、まあ、あの壁登ったりとかあのヒューッとワイヤーアクションのように飛んだりっていうところもすごい魅力だと思うんですけども、なんか華麗ですよね動きが、その演舞というものをこだわってらっしゃるんですよね、演舞というかこのね、はい、そういう、はい、うん、そういう形がすごい綺麗ですよね。戦っていながらも激しいアクションをしながらもその、うん、戦い方というかその最後の決めのポーズであるとかそういうもののなんかが美しいなというふうに僕は感じました。うん、だからやっててこうってよりもふっとこうなっちゃうようなふっはっみたいな、でも僕はあのボタン操作下手なんでとにかく勝つためにこんなことやってましたけどね、はい、いやこれはですね本当にゲームでとどまるわけはないというのはもうすごく感じましたね。まずこれは、CD ドラマにしてで自分の方に引き寄せるとそうではなく、まずアニメーションにこれはね当然なるであろうという感じがしました、うん、すごい。そして、ね、映画になるんじゃないかなと思いました。どうなんですか、日本で作るのか、ね、香港と日本でと中国で作ったりするのか、それともハリウッドから何かこう話があるのか、まあ、そこら辺のビジネスのことは僕全然分かりませんけれども、なんか全ての展開がねありそうな感じですよね。で、なんといってもそのね GACKT さん本人がキャラになってるわけですから、これ GACKT さんがね、うん、演じてやったらすごいなと思いました。で、僕のやったこのレイはね、まああいうキャラクターですからどうなんですかね、ハリウッドから誰か来るんでしょうか、日本人でぴったりする人がいるのかどうか分かりませんけれどもね、まあ私がやるわけにはいけませんので、なんかいいできる状況を探す方が難しいっていうのは声だけじゃないですか、あと全部ダメですからね、そういう意味ではね、誰か外国の方がやってハリウッドから誰かが来てそれをね吹き替え版やるときに僕が やれればなんていうことを
思いますけどもね、展開が広がれば広がるほど僕からは離れていくなっていう感じがするんですけども、でも関わった作品がそういう風になるっていうのは嬉しいと思うんで、あの頃山ちゃんが言ってた通りになったねみたいなね、なると嬉しいですよ、まず一番はですね、あのガクトさんを自分が操ってる感じがするということですよね、それが一番感じましたよ。俺ガクト操ってるよみたいな、ガクト頑張れみたいな、いやラウなんですけどね、でもその実在のね、あのなんかかっこいいガクトさんをなんか操ってるような気になったことがね、僕はすごい、あー面白いってまず思ったんですよね、それとやはり爽快感のある華麗なアクション、ゲームベタな親父でも楽しめるということで、日頃のストレスとかいろんなものはここでの果たしてもらうというか、解消してもらうという、それでいて美しい映像、はい、ということでおすすめが一つにまとまりません、まとまるはずがありません、すごいゲームですから、はい、自分でとにかくやってみて感じてくださいということですね、決して損はさせません、つまんなかったらお金を返しますヒロイさんが冗談です。いろいろと声優の仕事でゲームとかアニメやらせていただいてますけども、これだけすごいですね、ボスキャラですかをやるということはめったにないことだと思いますので、しかもこれだけスケールのでかい、作品ですので、メイキング映像などついていますが、私のことはすっかり忘れて、ガクトさんのことを思い出していいですけども、私山ちゃんのことはすっかり忘れてゲームに没頭して楽しんでいただければこれ幸いでございます。はい、オファーとか言ってませんから安心してください。私はヨーファではなかった、あなたの知り合いなの、鬼を支配しているあの男、ゲートからさらに違う場所へ行けるわ、私を倒せば鬼の力は弱まる、だから、いや一応家でちゃんと台本も読んで、当然あのキャラクターも自分なりに想像してなんとなく固まってはいたんですね。でもスタジオに来てみて思った以上に神秘的な部分を強調してやってほしいとのオーダーだったので、私の中では割ともうちょっと現実味の生身の肉体を持ったような声っていうのを想像してたので、ここまでなんていうか抑揚を抑えた喋り方っていうのになると思わなかったんで、ちょっと苦労しましたけど、でもその方がなんていうか、この不思議な世界の中でヨーファだけがそういう不思議ななんかこう肉体を持たない役なので、いい肉付けができてよかったかなと思います。映画は好きで見ますけど、そうですね、私は実はジェットリーとか意外に好きなんです。あ、そうなんですか。はい、まだ新作は見てないですけど、はいはい、でもグリーンデスティニーとかも見ましたし、ワイヤーアクションってつい最近いろいろ見るようになりましたけど、最初はなんかちょっと抵抗があったんですね。みたいな、そんなわけないじゃんみたいななんかこう突っ込みたくなるようなあれがあったんですけど、でも見てるうちになんかこうアニメーションでしかできなかったことが実写でもできるようになったんだなっていうのはすごいなと思ったし、それをなんかまたさらにグラフィックの方で再現するっていうのはなんかこうキャッチボールしてるみたいで面白いなと思いました。いや、なんか友達がフランスのゲームセンターに行った時にこういう格闘技ゲームをやっぱり若い人がみんなハマって対戦してやっているんだけど、自分が一番強かったと、それで日本ではそんなに強い方じゃないかもしれないけど、向こうに行った時にみんなが知らないような技を出したりとかしたもんで、すごいヒーローになって拍手喝采を受けたって話を聞いたんですけど、なんかそういう意味では日本でのゲームってすごい身近だし、みんなやってるし、
特に格闘ゲームなんていうのは男の子大体知ってますよね。でまあそういう身近なものですけど、あの外国でそれがあのもっとなんていうのか新鮮に感じられてるのかなと思いますね。それに今回はあの登場人物4人ということで、そんなにあのなんていうかいろんなキャラクターがいていろんな人と戦うっていうあれでもなかったですけど、なんかあのストーリー性があるので、なんかロールプレイングゲームをやってるような感覚にもなるし、あの映画好きの人はその香港映画好きの人は自分でやってみたいと思うんじゃないですかね。ワイヤーアクションを、いやかなり派手ですよね。ただあの格闘ゲームって実は私自分でやったことはなくて、でどうしてもこういっぱいボタンを押さなきゃいけないとかいろいろ覚えなきゃいけないっていう頭があって難しそうだなと思ってたんですけど、あと運動神経が良くないとダメなのかなとか思ってたんですけど、でもなんかあのさっきお話を聞いたら、その普段格闘ゲームやらない人がすごい強く戦えちゃう気持ちよさみたいのもあるって伺ったんで、あの自分でプレイしてみようかなと思ってます。でもやっぱり主人公はラウですけれども、はい、なんていうか一応敵のように描かれている、最初は描かれているレイも実際はもともとは仲間だったとか、もともとはみんなが好きだった人だったんだっていうのが、なんかこうその単純な悪ではないところにみんながこうもどかしさを感じてるみたいなところはすごくドラマがあっていいなと思いましたし、やっぱり私はそのセリフの中で何度もこうラウにこの人を助けてって頼んでるっていうことは、やっぱり救いたいのはレイなんだっていうのがすごく伝わるので、もともとその2人は恋人同士だったっていう絆はもう全く変わらずずっとこう最後まで描かれていて、でもまあ自分はもう死んでしまったという、その死んでしまった事実を受け入れられていない霊を救ってあげたいっていう気持ちはやっぱりすごくよくわかると思います。もう自分だったらやっぱりそういうふうに自分が死んだ後も身の回りの人に幸せになってほしいなって思うと思うので、はい。なんかもちろん強いのがヒーローなのかなと思うんですけど、実際自分でも格闘技とか見てて勝ち負けに関係なくやっぱり勝負に対してすごく真摯な態度で臨む人はヒーローだなと思いますね。たとえ負けても拍手したくなる試合をする選手ってやっぱり好きになるし、なんかいつも自分のなんか目標に向かって突っ走ってる人とか、なんかこう悔しい時に思いっきり悔しいと表現できる人とか、強くなりたいっていうことをなんていうか堂々と言える人っていうのは強い人だと思うので、なんかヒーロー像としてはそんな感じがあります。いやーなんかこんなんで大丈夫でしたかすごい不安なんですけど、まあ難しかったので本当に役が、でセリフが淡白な、なんかこう感情の起伏のない喋り方っていうのは実は意外に難しくて、こう感情を吐き出す方が割と勢いでいけちゃうんですけど、まあ今回はとっても勉強させていただきました頑張りましたのそうですね、まあ私も完成を楽しみにしている一人ではあるので、まあ今私が一応ヨーファという役に声を吹き込んで少しこうイメージを明確にすることができたかなと思うので、こうやって一つ一つ出来上がった姿を想像するとかなり内容が濃いというか、ドラマもあって格闘のアクションも派手で、でガクトさんがかっこよくてそしてなんかすごいヨーファンもこう言って一人女の子キャラとしてとても素敵に描いていただいてるし、なんかいろんな要素があるので、多分本当に格闘ゲームが根っから好きな人も
ゲームは全然やらないけど、あの、ワイヤーアクションのあるような映画が好きな人も、あとはその、あの、女の子がドラマを楽しむという意味でも、なんかいろんな人たちに、あの、それぞれに、あの、ハマってもらえると思いますので、私も楽しみにしてます。わしの思い出に刻もう。メモリーカードを忘れるな。ちょっと待ってくれ。よみがえれ不死鳥のごとく。また来週、さらばだ。また会おう。手を加えるをまた一興。好きに選べよ。我が心に刻もう。待たせたな。ああね、武人街ね。まあ、まずやっぱり意外なあれですよね。そしてその言葉の持つ、があの響きがとってもこう度肝を抜く感じっていうかな、うん、あのちょっとこう普通の発想ではそういう言葉を使うインスピレーションがどっから出てきたのかね、疑うようなね、まあ、そういうこうあの感じを受けましたね。で、まあ、言葉の持つ響きっていうのが、語の響きっていうのがやっぱりこうどこまでも戦いが続くね、そういうなんか殺伐荒涼としたね、あそういう、街道っていうかね、あのそんな感じを受けましたけどね、うん、一応命名広い王子でございます。ああ本当ね、さすがだね。うん、まあ、普通ほら武人街というと、武士の武に人にね、町でしょ、それが武、そして刀か刃か、うん、の町と、うん、もう鳥が振り回していこうという発想だね、はい。そうね、僕自身はゲームは全然やらないんでね、まあそういう世代かなんか知らないけどさ、やらないんだけど、まあ非常に破天荒なね、まあ、またその日本の刀をね振り回して縦横無尽にこのパフォーマーがプレイヤーがこう思う存分暴れることができるんじゃないかと思ってね、非常に面白いんじゃないかと思いましたけどね、うん、まあまた偉い名前なんだよね、誰が命名したのか、あの人か、今回は黒田さん、まあ、それもう少しいい名前をねつけてくれりゃね、かっこいいさ、やっぱ殴り天才、どういう意味だ、殴るってのは分かるよ、天の天才っていうのは、うーん、まあ、この才能の才だったらいいんだけど、災難の才だもんね、どういう発想なのかね、これも、いや、それは僕は結構好きですよ、あの義兄弟とかね、非常に日本的な男ですから、うん、まあ、そういう固めの杯とかね、ああいうのは割と好きですよ。あ、それはね、まあ武道だけに限らずね、やっぱり自分の人生の中で、やっぱり3人ぐらいいますね、要するに仕事のね、転機になった 人とかね、あるいは自分のそのまあ信仰的なね、一つのエポックになった人っていうのは3人いますよ。でそのうちお二人はもう亡くなりました、ええ、そうね、まあ、うん、まあ僕も思い切り声出したし、うん、まだあるけどね、うん、まあそれはもうご自由に見ていただいてね、まあそれとあと何といっても、まあ、ヒーローがね、ガクトさんということでね、これはぜひ必見の作品であるなと思ってますけどね、ぜひそれだけでもね買う価値があるんじゃないでしょうか、うん、やっぱり仁義がある男でしょうね、仁義、うん、うん、と思いますけどね、まあその仁義というのはなかなか、でもそれはね外国人もやっぱり外国人としての外国人のね中での仁義ってのはあると思うんだけどね、うん、まあ、日本人的な仁義というのは向こうの人に分かるかどうかは別として、日本人ならなんか仁義って言ったらなんとなく分かるでしょ、若い人も含めてね、うん、そういうふうに思いますかね。
ただいまより台東創立50周年記念ゲームソフト武人会制作記事発表会を始めさせていただきます。それでは改めてご紹介をさせていただきます。皆様から迎えまして、右側より謎に包まれた美女ヨーハの声を担当された坂本真綾さんです。よろしくお願いします。続きまして、そのお隣、主人公と敵対するかつての親友レイ・ジェイロンの声を担当された山寺浩一さんです。山寺です、よろしくお願いします。そして私のお隣、武人街の主人公ダウ・ウォンブ役のヤクトさんです。それでは皆様よろしくお願いいたします。どうぞご着席ください。さて、皆様にゲームの内容もお分かりいただきましたところで、今度はゲストの皆様にいろいろとお話を伺ってまいりたいと思います。さて、武人街といいますのはご覧のように独特の世界観があるわけなんですけれども、最初にこのお話が来た時に皆様どういった感想をお持ちになられましたでしょうか。まあ、イメージという感じでお答えいただければなと思うんですけれども、まずは山寺さんお願いします。はい、山寺です。お話をいただいた時に、台東さんの創立50周年記念作品になるということ、それからね、広井さんを率いるレッドさんが共同制作であるということ、それから学徒さんが主演の声をなさるということを聞きまして、そして記者発表もあるというのを最初に聞いたものですから、これはものすごい力の入った作品なんだろうということを、思いまして、そのね、キャストに選んでいただいたことを嬉しく思いました。事務所から話が来た時にでも最初美人街って聞いたもんですから、ああすごい綺麗な女の人たちがいっぱい出てくるけれども、それととのアクションの融合すごいんだなと思ったら武人街ですね。武人街なんです。じゃあちょっとがっかりなされたようではあるんですけども、実はもうすごく期待は持って、でもうこれは大変な作品になるなという予感をして、はい。ということで山寺さんとしてはもうすごく気合の入った、ね、はい。今日ということですね。まだ僕は撮ってないもんですから、はい、ドキドキしてます。はい、はい、じゃあ期待しております。よろしくお願いします。はい、続きまして坂本さんお願いします。はい、私もやっぱりすごく力が入っている作品だということを聞いて、はい、そこになんか参加させていただけて嬉しいなと思ったのと、はい、ガクトさんとか、山寺さんと一緒に出られるって聞いて嬉しかったです。はい、はい、今日の3人の方は初めての顔合わせということで、はい、山寺さんは何度かご一緒したことあるんですけど、はい、さん初めて。ちっちゃい頃から。あ、そうですか。ちっちゃい頃から、はいはい、ということで協力メンバーということで今日お越しになっている皆様もかなり期待されていると思いますので頑張ってください。はい、さあそれでは GACKT さんいかがでしょうか。最初に話をもらった時に、はい、昔からこういう形でゲームの中に自分のキャラクターを入れることができればいいなっていうことをずっと思っていて、はい、で、この話が来て実際に僕の思っている意見やアイディアをどんどん取り入れてくれるその姿勢も非常に嬉しかったですし、はい、実際にそのこういう現場ってよくありがちだなって、人の現場を見ててよく思うことがあるんですけど、はい、結局ただ依頼されて、はい、受けましたっていう、もう現場と僕ら側のコミュニケーションなんてほとんどない状態で進むっていうのが結構あるんですけど、はい、今回、多くのスタッフの方が本当にいろんな現場に顔を出して、で時間のある時には自分たちはこういうふうに思っていて、はい、こんな形でものを作っていきたいんだっていうところから、はい、ずっとこう思いをぶつけられたということは僕にとってもすごく嬉しくて、はい、で僕もそういう気持ちに対して自分はこういうゲームがあった方が面白いと思う、こういうものをみんなに届けたいと思うっていうことをぶつけ合うことができたっていうのが僕にとって一番嬉しかったことかな。はい、ということは今回の武人街の中にはガクトさんの世界観というものがかなり反映されているというふうに考えてよろしいんでしょうか。僕のその考えというか、僕が思っている僕はこういうふうにした方がもっと面白くなるよっていう方が、はい、僕が結構多かったんで、はい、実際にはもともとそのゲームのストーリーがあって、はい、そのストーリーを読んだ時に
こういう形の方がもっと面白くなるんじゃないっていう形で、僕は今回は、まあ、僕の立場での調味料みたいなもので、まあ、そういう感じになれてよかったんじゃないかなとは思ってますけど、はい。で今回はのラウオングという主人公をなさったわけなんですけれども、そのラウオングと持ってるラウオングが持っている世界観と実際にガクトさんの持っている世界観で何か共通するところっていうのはあるんでしょうか。この話が来た時に、はい、まあ、声を入れる、はい、まあ、すごい嬉しい、僕はもう自分の声がこうゲームの中に入ってキャラクターが生きるっていうことをずっとやりたかったので、すごい嬉しいなって思って、でラウングのキャラクターはもうだいぶ僕に近いんですよね。喋、りませんとか言われてなんか声入れるんですよねみたいな、喋りませんみたいな、あ、そうですかみたいな、はい、実際に学徒さんにはモーションキャプチャーということで動きをつけていただいたということで、そのあたりのお話を伺ってまいりたいと思いますけれども、実際にやってみられていかがでしたか。そうですね、もともと好きなんで、はい、こういう武術、まあ、剣を使ったり、盾を覚えたりっていうことが、で実際に今僕こういう長剣は初めて手にして、はい、実際に今本物の剣を手にしてやってるんですけど、はい、こうちょっとね力んだりすると、すぐこう僕今でもまだ残ってるんですけど、はい、こう指の皮がボロボロに向けて、で力が入りすぎてちょっとダメだよみたいなことを言われてね。じゃあこの剣は結構重たいんですか。見た目以上には重いっていう感じで、かなり大きな動きをされるもんなんですね。そうですね、実際ね、もっとたくさんやりたいっていう気持ちが自分の中にもあって、はい、機会があったらもっともっとやれればいいなっていうのがあるんですけど、はい、今回も本当に名前こそラウオングという名前になっておりますけれども、ガクトさんもうご自身がそのまま画面の中にゲームの中にいらっしゃるような感じになっているんですけれども、なかなかそういった経験できないと思うんですけれどもね、実際にゲームの中で自分が戦っている姿をご覧になっていかがですか。そうですね、昔のやっちゃの頃こんな感じだったのかなとかやっぱりさすがに自分が暴れたりとかしてるのは見たことないんで、はい、こんなに華麗じゃないかもしれないなとか僕は結構死に物狂いなタイプなんで、実際もここまで美しく、まあこう振る舞うことができればいいなとは、はい、いつも思ってるんですけど、はい、結構感動するんですよね、こう自分の体や顔で実際にあそこまでの自分の想像してる動きをしてくれると、なんて言うんだろう、怠けちゃいかんなとかちょっとゲームに負けちゃいかんなとか、精進しようって、トレーニングに励んでます。でこの敵に関しましては名前がですね、キンピョンシーと言われまして、まあ、いわゆる一般的な雑魚なんですけど、まあ、この後に後ほど先に進みます と、もっと大型の敵等々がこのステージにも登場いたしますので、あ、待ってますね、カウンターですね、発動してますね。このように今回のゲームは剣撃カウンターと呼ばれている特殊なシステムを導入しておりまして、敵の攻撃をオートで勝手に受けるようになっております。で敵の攻撃を受けた瞬間に剣撃カウンターが発動して攻撃力倍で敵を攻撃することができるということになっております。あ、そうですね、
映像が入ってますね。はい、入ってますね。いや、モーションキャプチャーなんとかやってますね。自分のプロモーションビデオの中でもモーションキャプチャーをやってますし、実際に初めてじゃないんで、そんなそれに戸惑うことは全然なくて、結構慣れるっていうのは言い方ちょっと変かもしれないんですけど、一番最初にやったようなあのモーションキャプチャーって独特のあのスーツがあるんですけど、一番最初に来た時はあれは僕かなり引いて、いやーとかって、これはないよなとかずっと思ってたんですけど、今回のやつは来た時にはこうみんなにこれ結構良くないとか、それぐらい言えるように、なるくらいはやってるんじゃないかなとは思ってます。いや、そんなに長くないですね、実際に。結構もう教えてくれる先生も早いんで、気抜くとこう結構こう怒られるんで、集中して短い時間でパッパッパと済ませるっていう、実際剣が重いんで長い時間やるとどんどん肩崩れてくるんですよね。それでとにかく感覚で早く早くやっていこうっていう感じのスタイルでやってました、今回は。いや、全然自分の中でこういうふうに言った方がいいんじゃないのみたいなことを現場できっとやり取りすると思うんですけど、台本見ると敵のセリフに対して僕のセリフを全部点々でこう書いてあってで、僕のセリフの、メインのセリフはほとんど怒りで叫ぶっていうセリフだったんで、もう少し冷静に話をさせてくれないかなっていうのが、っていうのが多分現場でやり取りするんじゃないですかね。先生、お願いします。こちらもお願いします。それでは最後にもう一度ゲストの皆様にご登場いただきます。山寺宏一さん、坂本真綾さん、そして GACKT さんでした。どうもありがとうございました。You must learn how to move before you learn how to fight. Use the left analog stick to run. If you want to walk, push the left analog stick lightly. You can jump by pressing the X button. If you press the X button while you are moving, you'll jump in that direction. Now it's time for you to learn how to grab onto objects. If you touch a ledge or pole while you are in the air, you will automatically grab onto it. While you are hanging, press the X button to jump upwards. To drop down, press the X button as you push the left analog stick downwards. These are the most basic techniques in the game. Remember them. Now it's time to learn advanced jumping techniques. The first technique is the wall jump. In a fight, you can double jump off of walls to keep from getting cornered. When you touch any wall while you are in the air, moving the left analog stick and pressing the X button will allow you to control the direction of your jumps. Now let's practice the straight wall jump. When you touch any wall while jumping, quickly tap the X button without pushing any direction on the left analog stick.
to jump perpendicular to the wall. This technique is called the triangle jump. If your timing is good, you can scale towers like this one. The next technique is the swing jump. While you are hanging from a pole, push the left analog stick forward and push the X button to flip from pole to pole. If your timing is perfect, you will be able to quickly travel through the poles. You must practice these techniques until they are second nature. Now it's time for you to learn how to wall run. If you master wall running, you will be able to run in any direction on walls. When you first touch a wall while jumping, move the left analog stick in the direction that you want to go while holding down the X button. You will be able to run on the walls for short distances. This is a very practical technique that can be used anywhere. Now you will learn how to glide. When in mid-air, press and hold the X button to glide. Use the left analog stick to lean your body left or right. This subtle movement allows you to turn in mid-air. You can only ride the winds for short distances, so be careful. Your quest, you will face enemies that can climb, jump, and even fly. You must master these techniques if you hope to survive. You have done well so far. Now it's time to learn how to attack. We'll start with the basic fighting techniques. Press the square button to attack with your swords. Press the square button repeatedly to perform a series of attacks. All of your attacks can be performed while you are standing on the ground, jumping, or gliding. Now press the triangle button to perform a spin attack. This attack will hit everyone within reach and is most useful when you are surrounded by enemies. The spin attack can also be performed in mid-air and will slow your rate of descent. Next, we'll go over spell casting. In time, you will acquire an arsenal of both offensive and defensive magic spells. You can select the spell that you want to cast by pressing the select button and going into your magic select inventory. Press the circle button to unleash your spell. Every time you cast a spell, your magic gauge will slightly decrease. Conserve your energy and use your spells wisely. Your magic gauge will slowly replenish as you attack enemies with your swords. You can also find red orbs that replenish your magic gauge. Your survival depends on how well you master these techniques. Now, you will learn how to perform combo attacks. Combo attacks, as the name implies, are combinations of different basic attacks. Combos vary depending on how you chain the attacks together. While you are fighting an enemy, press the triangle button to start a combo attack. Immediately follow this by pressing the square,
triangle, circle, or X buttons to perform different sets of combo attacks. Press the square button to uppercut your enemies and knock them into the air. Press the triangle button to wipe out all enemies around you if you suddenly find yourself surrounded. Press the circle button to immediately unleash a spell. And press the X button to perform a thunder kick. First, master the basics. Then once you feel comfortable, learn the combos. If the timing of your button presses is perfect, you will hear this sound. Now it's time to practice locking on and evading. Let's begin with locking on. Press the R1 button to go into an attack stance. If there are any enemies nearby, they will become targeted. The targeting cursor will stay locked onto an enemy as long as the R1 button is being held down. Press the L1 button to lock onto a different enemy. The targeting cursor will switch enemies every time the L1 button is pressed. Got that? Now let's go over evading. With the R1 button held down, move the left analog stick and press the X button to evade. Move the left analog stick to flip forward, sideways, and backwards. Use these moves to dodge enemy attacks. Evading can also be used in hit and run tactics. Now go practice. Now that you know the basic fighting techniques, it is time for you to learn how to clash. You must listen very carefully. If you are attacked from the front, you will automatically deflect enemy attacks. If an enemy performs a series of attacks, the two of you will become locked in combat. This is called clashing. However, for every attack that you deflect, the defense gauge in the upper left part of your screen will decrease by one. Once this gauge is empty, you will no longer be able to deflect attacks, and your enemies will begin to hit you. If you can keep from getting attacked, your defense gauge will automatically replenish itself. While you are clashing with an enemy, you can press the square button to counterattack. Counterattacks are more powerful than normal attacks because your enemies will be off balance when you strike them. Press the X button at any time during a clash to dodge. This will give you a tactical advantage over your enemies. When your defense gauge runs out, this is your only option. Keep in mind, some of the enemies that you face will have special moves and counterattacks of their own. And some enemies are more powerful than others. Mastery of clashing and counterattacking is crucial if you wish to defeat the more powerful demons. Now you will learn how to block magic attacks. This takes some coordination and timing, but if you master this, you can quickly gain the upper hand in a fight. Just like sword attacks, magic spells can also be received. Press the square button rapidly to absorb the magical energy. Just like an attack coming from a sword, the magic attacks can be countered. When receiving the magic attack, your magic gauge on the lower left part of the screen will flip upside down to represent counter magic. Any magic attacks that you absorb will increase your magic gauge.
When the gauge flashes red, it means that your magic is maxed out. When this happens, you can press the circle button to blast your enemy with a single and very powerful magic blast. This is my favorite technique. It can turn the tide of a battle. Never forget this one. Now you will learn how to operate the camera controls. Move the right analog stick in any direction to move the camera. This allows you to look before you leap. A hasty warrior rushes to his own grave. Press the R2 button to position the camera directly behind you. Good camera work will keep you from getting ambushed and allow you to gain a strategic advantage over your enemies. Next is the radar display. Press the L2 button to display the radar at the top of the screen. The radar displays the direction that you are facing and shows the important items that you need to finish the level, as well as the level exit. The yellow dot represents one of these items. The blue arrow displays the location of the exit. If you ever get lost, the radar will help you. That is all. Do not forget your training.